海上自衛隊の C4i システムおいひ5くマイナス20コンピューターウヤマイナス4ワークステーションおい、e、ひ 5tds は、海上自衛隊の C4i システムの一つ。また本項目では o、e、おいひ5より発展したおいひ6、おいひ7に関しても記述する。おいひ5は、海上自衛隊のワークホースタル、汎用護衛艦に、 戦術情報処理装置を搭載したという点で、極めてエポックメイキングな機種であった。以後の戦術情報処理装置の国産化において重要な基盤となり、発展型の多い日マイナス6、多い日マイナス7も含めると、計28隻に搭載された。なお、本機を含めた海上自衛隊の電子機器の型番は、 アメリカ軍の軍用電子機器の命名規則に概ね基づいているが、一文字目のみは、米軍式では S が付けられるべきところを、お船ないし、関西用をもじった O とされている。本機の場合は、水上船舶搭載の情報処理用機器、特殊または複合目的ということになる。海上自衛隊では、 ポスト4次防機において、護衛艦隊の八艦発揮体制化という、新編成への移行を計画していた。この編成では、ワークホースとして、従来の多目的護衛艦と対戦護衛艦を統合した、新艦種として、汎用護衛艦の導入が必要とされた。52DD では、股間防空火力として、シースパロー・アイビープ・ドムズの導入が計画された。 これは、白根型で導入された、シースパロー BPDMS の改良型であった。同型のシースパロー BPDMS は、TDS-2 目標指示装置による武器完成を受けていたことから、52DD のシースパロー IB プドムズは、これを発展させた、TDS-3 目標指示装置と組み合わされる計画であった。 しかし、対艦ミサイル脅威の深刻化を受けて、生存性の確保のためには、立ち風型のウェスと同様に、脅威評価、武器管制機能が必要と考えられるようになった。これに応じて、TDS-3 の計画を発展させて、開発されたのがオイヒ、多い日 -5 である。ソフトウェアはすべて国産とされており、三菱電機が、 開示プログラム業務体との連携下に開発したが、開発にあたっては、アメリカ海軍を参考にした、独自のドキュメント体系の策定から着手する必要があった。また、DDG の S や DDH の TDPS のソフトウェアは、基本的に、米ユニバック社製品を対外優勝軍事援助により、 購入していたため、独自システムの開発経験がなかったことから、コードサイズの見積もりや、工程管理などの面でかなり難航したが、1977年5月に運用要求が完成した、初雪型の搭載システム。このうちレーダー情報入力等は手動である。既存の訓練、教育及び機材整備体系との整合性の観点から、ハードウェアは、スや、 TDPS と同様の米国製が採用されており、下記のような構成となった。電子計算機として採用された、AN、アンクマイナス2 0は、WES や TDPS で採用された、AN、アンユースクマイナス2 0よりも一世代新しい機種であり、OIH-5 では、メモリサイズ6 4ードの機種が採用された。また TDS コンソールは、WES や TDPS と同じアン。 うやマイナス4が採用された。当初は3機構成の予定だったが、対戦戦機能能力付与のため、上記の通り4機に増備された。センサー情報をもとに、目標の脅威評価を行い、シースパローアイビープドムズ及び 76mm、単装速射砲による適切な武器の指向を、リコメンドするシステムであり、性能的には、 ミサイル護衛艦向けの多い日マイナス1ウエスにおおむね匹敵するものとされている。ただし、オプスマイナス14やオプスマイナス18などのレーダーシステムとの連接は実現せず、レーダー情報の入力は手動で行う必要があったため、応答時間の短縮上限界があった。戦術データリンクとしては、処理能力やコストの面から当時来た。 大西洋条約機構で標準的に採用されていた双方公式のリンク11の搭載を断念し、本来はラジオテレタイプを通じたテレタイプ端末での受信用であるリンク14を通じて受信した情報を入力するという変則的な方式を採用している。これはアメリカ海軍のオリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリーゲートの初期立て増艦が搭載していた。 JTDS において当初採用されたのと同様のアプローチである。ただし JTDS は後の回収でリンク11に対応した。o い日マイナス5は WES や TDPS と比してコンパクトで DD に求められる最小限の機能を保有していた。しかし電子計算機の性能上将来発展余裕に乏しくプログラムの柔軟性発揮が難しかった。 また特にリンク11の未装備は艦隊の情報共有に参加できないという点で戦力の大きな減災となった。このことから初雪型を発展させた朝霧型では追い火マイナス5をもとに下記のように強化した追い火マイナス6が搭載されることになった。名称もミサイル護衛艦向けのシステムと同じ CDS に変更されたことから フルデストロイヤー CDS とも称される。電子計算機としては、朝霧型で搭載された多い日マイナス6から6バイトでは、メモリサイズを192キロワードに拡張したくマイナス21機を使用した。また TDS コンソールも5機に増備された。その後、同型の最終巻において、86式栄光式、パッシブソーナーオークレマイナス1の運用に、 対応するため、追い火 -101 対戦情報処理装置が搭載されたことに伴い、これとの連接に対応したオイヒ、追いス -7 に発展した。これにより、対戦線におけるパッシブ情報の統合、表示機能が強化されており、この情報処理所要の増大に伴い、電子計算機は、デュアルプロセッサ化され、160キロワードのメモリを、 備えたくマイナス22機とされている。また TDS コンソールとして、多いマイナス197が追加された。これは後に、朝霧型の多艦にも、バックフィットされたほか、比叡にも搭載された。なお、アメリカ海軍協会では、アブクマ型にも多いマイナス7が搭載されたと見て、いたが、実際には、同型の戦闘指揮所は、 戦術情報処理装置を持たない在来型であった。ミサイル艇向けに開発された追い火マイナス8シリーズも、追い火マイナス5、6、7と同様に小型コンピュータのみが使用されている。ミサイル艇1号型で搭載された追い火マイナス8では、追い火マイナス5と同様に9マイナス20が1機、搭載された。続く。 ハヤブサ型ミサイル艇で搭載された追い火マイナス 8B 及び改良型の追い火マイナス 8C では、新世代のアンマイナス44に更新された。なお、特に 76mm 単装速射砲を備えた 11PG の追い火マイナス 8B においては、センサとして、オプスマイナス18から3追水上捜索レーダーや、オプスマイナス20公開レーダー、 ノールル -9B 電波探知装置など、また武器システムとして、艦隊艦ミサイル艦上装置と FC、FCS-2 から 31C を備え、また、リンク11への接続能力を備えるなど、対空捜索レーダーや対戦専用の水速装備、対戦兵器を持たない点を除けば、多い日 -6 に類似した機能となっている。ありがとうございます。